皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はアークザラッド R のファミ通紹介をしていきたいと思います。新作スクープ、制作から1年半、オリジナルスタッフと再集結して送る光と音の RPG 完全新作をの最新情報をお届けします。では、人類の欲望から生まれる闇の支配者が自ら魔王を名乗って人類の滅亡を目論みました。父の意志を継いで伝説に記された 聖の力を手にした少年アークとその仲間は魔王に戦いを挑みます。戦いの果て、アークとクルルの2人を犠牲に魔王を封印します。アークとクルルに、犠牲によって、しかし負のエネルギーの放出によって星全体を揺るがす自然災害大崩壊が発生します。そして世界の大陸の半分が海に沈んで、人類はその 半数以上を失いました。では、まずは 若き戦士ハルト、キャラクターボイスは中島清よしきさんです。主人公でマルミーナの自警団に所属していましたが、ひょんなことからミズハと世界を巡る旅に出ることになったやや寡黙な少年です。続きまして、謎の少女ミズハ、キャラクターボイスは朝日なまどかさんです。今作のヒロインである謎多き少女で、見た目は清楚ですが活発な性格で仲間のムード観光過去トラブルメーカーになっています。では、続きまして、エルク、キャラクターボイスは並川大輔さんです。炎使いの異名を持つ2の主人公で、一流のハンターや荒っぽく、頭より先に体が動くタイプで正義感が強いです。続きまして、トッシュ、キャラクターボイスは関智一さんです。1から登場する昔気質で、酒好きで短気ですが、義理に厳しく弱者に優しく、その剣の腕前はまさに剣豪と呼べるほどです。続きまして、ポコ、キャラクターボイスは佐藤有志さんです。1では清まな新米兵士でしたが、アークやエルクたちの冒険を得て明るく頼しく成長しました。続きまして、イーガ、キャラクターボイスは安本博樹さんです。1から登場して ラマダ寺で修行する文句で、鍛え上げられた体と心を持って基本的に真面目であるもののジョークもわかります。続きまして、ジークベック、キャラクターボイスは梅津秀幸さんです。2から登場した古の鬼神で、本来は巨大な力を持っています。当時の記憶を失っていて、じじくさいせいかポンコツ扱いされています。続きまして、シャンテ、キャラクターボイスは高柳智代さんです。2から登場した色っぽいお姉さんで酒場の歌姫、弟思いで根は優しいしく、いざとなると思い切った行動を見せる強さもあります。続きまして、サニア、キャラクターボイスは斉藤千和さんです。ミルマーナの元王女で、復讐のために占い師になりました。わがままで気性も激しかったですが、世界を救う戦いを通じて丸くなりました。では、そうですね、原点を進化を遂げた新システム、システムは、おなじみのシミュレーションバトルがより遊びやすくなりました。マス目のフィールドで行われるバトルはシリーズ伝統のシミュレーション形式で、今作ではさらにオートバトルが実装されていて、必殺技や魔法といったスキルの種類が増えるなど、遊びやすくなっています。そうですね、他にも、大体そんな感じですね。開発状況は 95% で、シリーズファンの方はもちろん、シリーズ未経験者の方も存分に楽しませていける仕上がりとなっているそうで、事前登録をしていただいて、配信日を楽しみにお待ちしてもらいたいと思っているそうです。フォワードワークスの広告担当の方からのコメントでした。そうですね、あまりちょっとあれですね、クエスト形式で進行する大ボリュームのストーリーは、2の数年後の世界が描かれる本作では、クエスト形式で物語が進んでいきます。
まあそんな感じですね。まあ見たところ、まああのなんかマスを使ったあのファイナルファンタジーみたいな、そんな感じのバトルになるんですかね。まああの、まあ、マスのダメージとかあのコロッケ DS とかそんな感じ、あれはあのマス目で戦いを挑んだやつに、なんか格闘ゲーム系のバトルになるというちょっと変わったシステムがありますね。まああのそうですね、ストーリーとしてはあのこれは 1R、まあ、リターンズってことですかね。まあ新作はあの1と2があって、そのリターンズということになるんですかね。まあ前作の、まあ、初代のキャラ主人公はもうすでに死んでいて、あのなんか魔王と名乗るやつなるやつを封印したってことですかね。チョンガラ、なんかこのゲなんかチョンガラっていうやつがいるんですかね。おじさんがいるんですかね。まああのまあまだあの説明はないようですけどね。ミズハ、これって本当にチョンガラが作ったの、チョンギラが作ったのだからチョンガラじゃんみたいな、そういうセリフがあるようですけどね。まあまだわからないですね。まああのヒロインがムードメーカー兼トラブルメーカーっていうのもあれですね。まあムードメーカー兼トラブルメーカーって結構あるよくあることですね。なんかあのテイルズ・オブ・ファンタジアではあのアーチェですね。あとリバースではあのティトレイですね。なぜかムードメーカーはトラブルメーカーでもあるというお約束のパターンがありますね。まあよく、まあやっぱりそういう RPG とかそういうのではそういうのがあるんですかね。ムードメーカー兼トラブルメーカーというのが、大抵はもうムードメーカーは結構トラブルメーカーになってる場合がありますからね。まあとりあえずはあのあれですね、攻撃位置によってもダメージは変化するそうです。やっぱ横を攻撃するよりも背後の方が大きくなるんですかね。そうですね、見た目は背後、側面、正面が一番攻撃ダメージが少ないらしいですね。まああのまあそんな感じですね。というわけで今回はこの辺でアークザラッド R のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。